コンチェスクです。ツイステッドワンダーランド期間限定イベントストーリー星に願いをの続きをやっていきます。前回までのお話は星送りっていうイベントでみんなの願い事を集める係になったデュースとトレイ先輩とイデア先輩の3人がみんなの願い事を個別に集めに行かなくちゃいけなくなったんだよね。そんでちょこちょこと集めに行ってます。でこのストーリーの続きを見られる解放条件が個別にこの願い事を受け取りに行けって感じなんで、多分あと 2,3 人もらわないと続きは見れないのかな。というわけで誰か続きを見ていこう。次誰にしよっかな。誰にしよっかな。ジェイド言っとこっか。ジェイドの願い事。オクタビネル寮ジェイドの部屋。すげえシンプルだね。っていうか初めてジェイドの部屋見たわ。叶えたい願いですか。困りました。何も思いつきません。どうしよう。それじゃ願い星が集められないよ。いやそんなバカな。いつも悪いことを企みまくりの強欲の化身みたいなアズール氏を筆頭とするオクタビネルの副寮長が願いがないなんてことありえます？おや、信用がありませんね。適当でいいから何か言ってくれないと困るんだけど。例えばフロイド氏やアズール氏がトラブルを起こしませんようにとかさ。ふふふ、想定外のことばかりする彼らだからこそいいんですよ。そうだ、いいことを思いつきました。僕の願いはアズールとフロイドに譲ることにしましょう。二人に日頃の感謝を込めて。アズールとフロイドの願いを叶えられますように。こいつはこいつでクソいいやつだな。願い星受け付けちゃったよ。誰かの幸せのために使うなんて素敵だね、ジェイドリーチさん。嘘くさ。心のこもってない願い事第1位、かっこ僕調べすぎる。まさか。お伝えしたのは嘘偽りのないまっさらな思いです。なのに信じてもらえないなんて悲しいです。しくしく。しくしくって泣くやつがいるか。わ、泣かないで、ジェイドリーチさん。兄さんたら後輩をいじめちゃダメだよ。ごめんなさいして。うわ、嘘泣き、うざ。はいはい、すみませんでした。信じます。っていうか、本当かどうかなんてどっちでもいいし。信じていただけてよかった。ふふふ。では、どうぞ願い星をお持ち帰りください。ありがとう。ジェイドリーチさんの願い事、叶うといいね。続く。変なやりとり。お、ストーリーが更新されたぞ。マジか。じゃあもうストーリー見ちゃおっかな。ストーリー見ちゃおう。いきまーす。バッドエンドまっしぐら、どういうこと？学園裏の森、大樹。これは二人の動きは全然合ってないし、デュースの舞はひどくて見てられなかったんだぞ。デュースだって踊り上手いキャラじゃねえだろ、どう考えても。飛んでる虫を追いかけ回してるみてえだ。ですね。私の感想もグリム君とおおむね同じです。二人ともそこまでズバズバ言わなくても。舞を甘く見ていました。実際にやるとなると難しいですね。気にするな。俺は小さい頃に経験があるってだけだ。実家が自営業だと何かと地域の行事に頭数合わせに駆り出されることが多いから。こういうの特に男の子は恥ずかしがってあまりやりたがらないだろ。とはいえ二人の差は予想以上に大きいですよ。クローバー君はスペード君の指導を徹底的にお願いしますね。すみません、クローバー先輩。まあ、本番までには日にちもあるし、大丈夫だろう。ええ、それに次回からは太鼓も加わりますから、踊りやすくなるはずです。
そしていずれは3人が通じ合った完璧な儀式ができるはずですよ。ね、イディアシュラウド君。もう絶対完璧にやれよお前っていう圧だな。っていうか次回来いよってことか。ブツ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 。兄さん？僕は。なんだ、とうとう反旗を翻す気かお前。やっぱりできない。おっと、ここに来て急にとんでもねえことを言い始めたんだぞ。だってさ、全校生徒の前で太鼓叩くなんて、なんでわざわざ笑われに出ていかないといけないの。願い星集めはオルトたちが手伝ってくれたからどうにかできたけど、僕みたいなド素人が太鼓披露だなんて、失敗して恥さらすまでが確定イベントじゃん。そんな見えてるバッドエンドまっしぐらのルートに突っ込んでいけるわけないだろ。儀式は僕抜きでやってくれ。兄さん。オルト、そんな顔しないでよ。僕が参加すると言ったのはあくまでも願い星集めだけで、儀式の練習もましてや本番に出るなんて一言も言ってないから。兄さんがあまり目立ちたくないのはわかってる。でもせっかくスターゲイザーに選ばれたんだ。一緒にやればきっといい思い出になるよ。けどさ、伝統行事なんですよ。個人の都合でやめるなんて認められません。それに舞を合わせるためにもイデアシュラウド君の太鼓が必要なんです。はい、お願いします。けど要は正確なリズムが必要ってだけでしょ。なら実際に僕が太鼓を叩くよりも事前に録音したノーミスの演奏を流した方が、皆さんご所望の3人が通じ合った儀式 WW わらわらとやらはできるのでは。それはそうかもしれないっすけど、はあ、イウニハイドの領長ともあろうものがまるで子供のダダだな。オルトシュラウド君はどうですか。兄さんの晴れ姿を見たいですよね。そうだね。けど兄さんが本当に嫌なら無理にやってほしくはないよ。オルト、じゃあ楽器アプリを使って自室からリアルタイムで太鼓の演奏音を流すってのは、わあ、それ俺が想像してたやつ。そういう形でなら別に参加してもいいけど、どっちにしろリモートじゃないか。まあ今このご時世リモートですよ。ソーシャルディスタンスが大事ですよ。ああ、スターゲイザーの一人が不在の星送りなんて前代未聞ですよ。伝統行事は何よりもルールが大切なんです。不在でも欠席でもなく参加はしてますよね。物理的な距離の概念を変えただけっていうか、ああ、タブレット、こんなさ、画面の映んないタブレットじゃなくて、顔は見せれば、だから、もっと大きいモニターとかで、その、アプリでも何でもいいから演奏してる姿を、こう、等身大に映してさ、その場でこう演奏してるように、こう合成っぽく、そこにこう、はめ込めばよくない？リモートだって、僕もそばにいるし、二人と一緒です。むしろ新しいスターゲイザーのあり方かと。そんな奇弁は星送りに必要ありません。必要なのは星の精神です。うわ、頭固。スターゲイザーである二人も何か言ってあげてください。妥協しようよそこは。リアルタイムで演奏するっつってるんだからさ。どうしましょう、クローバー先輩。イデアか学園長が折れないことには、どうにもならない気がするんだが。兄さんは難しいと思う。おめえが説得してもダメなのか？うん、兄さんって昔からすごく頑固な性格なんだ。自分で決めたことは周囲から何と言われようと意地でも撤回しないし、まあそのせいで自分を追い込んじゃうこともあるんだけど、今年入学式の準備をしていた頃、一向に寮長会議に出てこないイデアを、わざわざイグニハイドまで迎えに行ったのに、テコでも自室から出てこなかった。と、リドルが怒り狂ってたことがある。
え、あの怖い、いや厳格なローズハー長が迎えに行ったのに。つまりあいつはこうと決めたら脅してもなだめてもダメってことだろう。今イデアを説得するのは無理かもしれないな。そんな、このまま話していても意味がないし、練習の時間も惜しい。よし、学園長、ひとまずイデアの提案を飲んでリモートで参加してもらいましょう。え、本番はどうするつもりですか。デュースの舞を仕上げてから本番前に改めてイデアの説得をするんです。無理強いすればスターゲイザーの役目自体を放棄しかねませんからね。仕方ありませんね。イデア・シュラウド君がリモートで儀式に参加することを認めましょう。ただし、クローバー君、スペード君、本番までにイデア・シュラウド君を引っ張り出すこと、よろしくお願いしますね。それ認めてないじゃん。はい、善処しますよ。では私は仕事に戻りますから、皆さんは引き続き願い星集めと儀式の練習をお願いしますね。シュラウド先輩の説得できますかね。どうだろうな。でもやるしかないだろう。ひひ、リモートでの儀式を認めさせるとは拙者なんという作詞。このまま人前で太鼓を叩くことなく星送りをクリアしてみせますぞ。タブレットの向こうで生き生きしてない。続く。うぃー、おっと、またストーリーの続きを見るには願い星を集めなくちゃいけない感じか。じゃあ一人だけ集めてやめよっかな。誰にしようかな。そうだな、このビル先輩行こうか。オカマのビル先輩。ビルの願い事、これがビルの部屋。ポムフィオーレ寮ビルの部屋。なんかゴージャスだな。私の願いはないわ。え、いや一つくらいないか。ほら、学園の生徒たちも望みが叶うって噂がある中庭の井戸で願掛けをしてるだろう。あんな感じで気楽に。いいこと、トレイ。私はそんな前つばな話を信じて時間を無駄にする連中が総じて好きじゃないわ。なるほど。何の努力もせず奇跡にすがろうなんて他力本願もいいところ。私の願いは私自身で叶えるわ。よって星に託すような願いはない。以上よ。ウィルがここまで願掛けに拒否反応を示すなんて参ったな。寮長のお前がそんなこと言ったらポムフィオーレの奴らがビビって願い事を言えなくなるだろうが。確かに。そうだな。そうなるとスターゲイザーである俺たちも学園行事が立ち行かなくて困る。俺たちを助けると思って何か一つ軽くでいいから願ってくれないか。例えば新しい口紅が欲しいだとか、明日の朝飯にツナ缶が欲しいとか、綺麗になりたいとか誰かに会いたいとか。綺麗になりたいは絶対怒りそう。じゃあ誰かに会いたいは。いるのかそんな相手。はあ、揃いも揃って哀れっぽい声を出さないで。私が意地悪をしているみたいじゃない。いいわ、そこまで言うなら協力してあげる。私の願いはあんたたちがこれ以上私につきまといませんように。うまいこと言いますね。わーお、光っちゃった。もちろん今すぐ叶えてくれるわね。うなー、俺様たちだって好きで願い星集めしてるわけじゃねえのに、ひでえんだぞ。グリム、それ以上ウィルに噛みついても痛い目を見るだけだ。目的は達成したんだし次に行こう。それにしても極度の願掛け嫌いか。
ウィルらしいといえばウィルらしいが。なんかあんのかね、これまでの人生経験的になんかトラウマ的な。よし、じゃあ続きの願い星を個別に撮っていこう。あのね、地味に今ここから実況でこれ撮ってる日が違うんだけど、尺足りてると思って、じゃあねまたねバイバイって言って切ったらね、編集したら全然尺が足りなかったんで続き撮ってます。というわけで誰行こうかな。トレイ先輩がノルマ多いからトレイ先輩行こうかな。ジャミル行ってみよっか。気になるな、ジャミルの願い事。ジャミルの願い事。スカラビア領ジャミルの部屋。こいつの部屋にも隠れミッキーあるのかな。わかんないな。俺の願いは一人旅ができますように。一人旅ぐらいできるんじゃないの、しちゃいけないの。すごいあっさり教えてくれたな。一人旅？地味な願いだな。地味な願いで悪かったな。だいたい聞いておきながら文句をつけるのはどうなんだ。確かに。俺はジャミルの望みいいと思うぞ。全然理解できねえんだぞ。寮生活をしていると一人になるのはなかなか難しいだろ。みんなで騒いだり賑やかなのも悪くはないが、静かな時間が欲しくなることもある。そういうことじゃないか、ジャミル。さすがはトレイ先輩、俺の気持ちを汲んでくださってありがとうございます。おお、礼儀正しいな。でもそこまでスラスラと出てくるなんて、もしかしてトレイ先輩にも心当たりが。寮長かな、リドル寮長かな。まあな。ちなみに行きたいところは決まってるんですか。一人旅に行ったらどんなことをしてみたいですか。行きたいところ聞いてみたいな。行き先か。正直どこでもいいんだ。言われてみると具体的なプランまでは考えたことがなかったな。とにかく一度自分のことを知る人が誰もいないところへ行ってのんびりしてみたくて。まあ少なくとも学園を卒業するまでは難しいだろうが。まあだからお前の自由は学園を卒業した後社会人になった時だよ。そっからもうカリムと離れてさ、独り立ちしたらいいんじゃない。で、嫌いなカリムもたまに会えば、まあ好きになるんじゃない。まあ会ってやっぱりうぜえやつだって思う可能性も高いけど。願いが叶った時のために旅行雑誌でも見て少し調べてみるとするよ。それがいい。お前のささやかな願いが叶うように俺も祈ってる。意外と仲良くなれそうな感じだね。続く。島田ストーリーは開かないな。じゃあ他見よう。じゃあイデア先輩ノルマ少ねえな。じゃあデュースは？デュースもノルマ少ねえな。オルトは？オルトもノルマ少ねえ。まあ、トレイ先輩が多いんだけどノルマ。じゃあそうだな、リディア先輩行こうか。この角太郎一派のところのリディアの願い事。こいつ全然絡んだことないから知らないんだよね。ディアソムリア寮リディアの部屋。なんかすげえ部屋だな。すげえ散らかってんな。あとギターがあるな。わしの願いは、人間も妖精も世界中の種族が仲良く暮らせますように。ほう。はは、これはまた随分スケールの大きな願いだな。同じ種族であっても笑顔で手を取り合うのは容易なことではないが、異なる種族ともなればそれは一層難しい。お互い歩み寄ることができず幾度も争いが起きたことはお主も歴史を学んで知っておろう。しかしわしはそんな歴史を繰り返してほしくない。だから星送りの旅に同じことを願っているんじゃ。なるほど、リリアの思いは分かった。でも普段のお前の破天荒さを考えると意外を通り越して信じがたいんだよな。そんなに破天荒なの。ひどいの。愛らしい、わしらしい無垢で清らかな願いじゃろうが。リディア、いつも思うが、それを自分で言うからダメなんじゃないか。
トレイ、お主、その年で疑り深いのは損じゃぞ。この目を見てみろ。嘘をついているように見えるか？え、大きな目だとは思うが。そうじゃろ？大きくて宝石のようにキラキラ輝く純粋な瞳じゃろ？いや、そこまでは言ってな。というわけで、わしはこの瞳に映るすべての者たちが平和に仲良く暮らす世界を望んでおる。心からな。わかったわかった。信じるよ。まったく、リディアは相変わらず底が知れないな。変な関係、続く。お、まだストーリーあかね。マジか。じゃあ次誰行こっかな。次デュース行こっかな。じゃあ、じゃあ次エペル君行ってみよう。エペルの願い事。あ、意外とシンプルな部屋だね。ポムフィオーレ領エペルの部屋。僕の願いは身長が伸びますように。ん？おめえなんで身長が欲しいんだ？僕、昔からたくましくてがっちりした見た目に憧れてて、身長が伸びれば今より少しは理想に近づけるかなって。ああ、背が高いとそれだけで強そうに見えるやつもいるしな。ちなみに学園内でエペルの理想の姿に近い体型のやつっているのか？強いて言えば同じクラスのジャック君かな。確かにあいつは190センチ以上あるし、エペルの言った条件に近そうだ。腕も足もムキムキで丸太みてえに太いもんな。うん、同じクラスだし、実はジャック君にどうして身長がそこまで伸びたのか聞いてみたんだ。キャラ設定ってやつだよ。なんて答えたの？どんな返答だった？どんな返答だった？それが、わからないって。小さい頃は平均的な身長だったけど、エレメンタリースクール卒業前から身長痛で足が痛くなり始めて、あっという間に今みたいな高身長になったらしいよ。一気にあれだけでかくなったなら、身長痛はさぞ辛かったろうな。僕もミドルスクールに入った頃は痛みで夜中に目が覚めたりしてたっけ。へえ、俺そんな記憶ねえな。へえ、僕まだそういうの経験したことないから。だから成長期はまだこれからだって信じたいかな。俺様も経験してねえから、これからガツンと背が伸びるかもしれねえな。お前は人間じゃないし、僕たちと成長の仕方が同じとは限らないんじゃ。な？そう、そんなことねえ。きっと伸びるんだぞ。え、ああ、これがもう成長しきった姿ってこと？見てろ、デュース。意地でも目を見下ろすくらい大きくなってやるからな。ふふ、グリム君ももっと大きくなれたらいいね。平和な回だった。続く。よし。お、ストーリーが更新されたぜ。やったぜ。じゃあストーリー見よう。絶対に負けられません。ほう。何かじゃ。学園裏の森、大樹。儀式の練習を始めてから数日後。どうですか、クローバー先輩。一つ一つの動きはかなり綺麗になってきたと思う。けどタイミングはまだずれているな。太鼓の音を気にするだけじゃなく、俺たち二人の呼吸ももっと合わせていこう。はい。それじゃあイデア、もう一度演奏を頼めるか。え、まだやるつもり？まだ数回しか練習してないだろ。頼むよ。お願いします。はあ、太鼓に選ばれたのが運の尽きですな。どれだけ拙者のリズムが正確であろうと、舞が合わなければやり直し。うるせえ。人のせいにすんな。
他にもやるべきことがたくさんあるというのにな。第一、毎回拙者が叩く必要あります？実に非効率的ですわ。録音を連続再生すればよくない？だったらさ、じゃあこっそりさ、録音しちゃってさ、だってこれ見えてないじゃん、タブレット越しだから。そんでそのまま流せばよくない？あ、もう一回ねってさ、ポチッつってさっきの演奏をもう一回流すみたいなことしちゃえばいいんじゃん。ぐっ、相変わらず嫌味なやつなんだぞ。デュースは十分頑張っている。気にしなくていい。少しずつだけど上手くなってるよ。着実に上達してきているよ。うん、どっちでもいいや。ありがとう、監督生。うん、きちんと見てあげてよ、兄さん。初めて踊った時とは大違いだから。兄さん？イデア、聞いてるのか？え、何？練習始める？お前タブレットの向こうで別のことしてるだろう。もしかしてだけど、兄さん。ん？ゲームしてる？弟切れたら怖そうだな。だって学校吹っ飛ばしちゃいそうなやつだからな、こいつ。ん？はい？急に何言ってるの、オルト。兄ちゃんは儀式を成功させるためにきちんと楽器アプリに集中してますぞ。シュラウド先輩、こっちは真面目にやってるのに随分半端なことしてるみたいっすね。いや、やべえんだぞ、リュースのこのモードは。リュース、落ち着け。大丈夫です、別に切れたりはしませんけど、意見くらい言わせてください。確かに僕の舞はまだまだ下手ですけど、サボりながら練習に参加するシュラウド先輩にとやかく言われたくありません。やっぱりリモートなんてダメです。ここへ来て実際に太鼓を叩いてください。おお、いよいよ引っ張り出す？その話はもう済んだでしょ。僕は願い星集めだってできてるし、太鼓の役目だってきちんとこなしてる。スターゲイザーとして十分に貢献している以上、やり方にケチつけないでほしいんだよな。それにデュース氏こそちゃんとできてるの？僕とトレイ氏とデュース氏でそれぞれが集める願い星の数決めましたよね。確か今日までの目標は1人当たり100個。デュース氏、集められたわけ？あ、そんな個別に集めてるんだ。このストーリー進行するにあたっては、まあ主要メンバーしか出てこないけど、まあその他 ABCD 的なやつも実は裏で回ってるってことか。なるほど。それは少し滞ってますが、まあデュースのお堅い性格だとね、柔軟になかなか接せられない感じなのかな。舞だけじゃなく願い星集めでも成果を出せていない。どの口で僕に半端って言ってんの？結果だけ見れば君の方がよっぽど半端では？まさか部屋から出て足で稼いだ願い星の方が価値があるとか思ってる？偉そうなセリフは結果出してから言ってほしいもんですわ。うわー、なんか嫌な先輩。うわー、これ会社の上司とかだったら超や、なんかムカつくな。超、なんか、あ、ムカつくな、なんか。あっという間に言いまかされたな。デュースのやつ、見てらんねんだぞ。僕が成果を出せていないって言うなら、本番までに舞を完璧にして、目標の数の願い星を集めます。いや、シュラウド先輩の分の願い星も僕が集めてみせます。何その意味不な目標。今日までに1人100個、当日までには追加でさらに150以上がノルマでしょ。なのに僕の分まで集めるとか絶対に不可能だと思うけど。なら、もし達成できたらリモートではなく実際に太鼓を叩いてくれますか？何それ、それ僕に得が一つもなくない？オルトと一緒に星は順調に集められてますし。でも逆に言えばお前に損もないよな。むしろデュースが目標を達成するのが絶対に不可能だと思っているなら話に乗った方が得だ。お前は部屋でゲームをしているだけで勝手にデュースが願い星を集めてくれるんだから。
それともシュラウド先輩は僕が目標を達成できると信じてくれてるんですか？はぁ、ハーツラベルマジなんなの？少年漫画の主人公にでもなったつもりか？まあ俺この少年漫画みたいな展開が好きでこのゲーム今やってるけどね。マジでうざすぎ。やっぱり他領とは相入れない。まあどうせできっこないだろうし、いいよ。デュース氏が目標を果たすことができたらリモートはやめる。約束ですよ。ただしデュース氏が失敗した場合、拙者は音楽アプリでの参加も辞退させてもらうから、本番は録音済みの対抗をしようってことでいいよね？わかりました。兄さんの提案を飲むの？デューススペードさん本当に大丈夫？あ、必ず達成してみせる。オルトには悪いけどデュース氏には絶対無理。これで面倒い儀式もやらなくて済むぞ。俺様どうなっても知らねえんだぞ。まさかの展開。いや、売り言葉に買い言葉とはこのことな。うん、まあありそうな展開でしょ。地味にこのゲーム結構ベタな展開だよね。でもまあうまくいけばイデアを参加させられるぞ。そうだな、もうだからこうなったらうまくいくしかないんだよ。はい、この勝負絶対に負けられません。おなんだなんだなんだ。お、マイト太鼓の練習をしよう。はーい。もうフリックをちゃんと覚えたから大丈夫だぞ。いけるはず。よし来い。ふい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 。うん、簡単。オッケー、もうやり方覚えちったん。一回だけグレート出ちった。よーし。ということで、次からはじゃあ、願い星集めを、そうだな、じゃあ、デュースのから、もうあと一人だしな、デュースのからノルマを達成しちゃおっか。まあ、このイディアの後残り二人もデュースが集めるってことでいいのかな。まあ、一応このゲーム上は、ここは多分イディアが行くことになるんだろうけど。まあ、そんな感じで、じゃあ次回もお楽しみに。それじゃあまたね、バイバイ。